タカブに乗って、プチツエセックスを山本さんに持ってきましたと。で、なんか面白いもんがあるぞっていうことで、グチさんに聞いてるんですけど、なんでしょう。行ってみたいと思います。何？面白いもんあるぞ。で、どうしやん？どうしやん？ええー、なぁ、うん、ほら、お、これでかいのついてる。ついてんの、見て大阪のナンバーついてる。わかるな。ん？わかるな。これはどういうことかわかるな。納車？納車です。アンダーカーの納車です。2番目？本日、サンタカブの納車です。どういうこと？だから、ハンターカブで来れてる。今日、納車したのは小橋師匠です。小橋師匠、キャンパー小橋師匠。キャンツーや、キャンツー、キャンツー右に回していただくと、キーがオンになりますんで、はい、でこれでここのセルボタン、はい、押していただくと、忍者ピクダで、忍者ピクダで、これはピクダで、これ踏み込めばかかるんで、これも、もう踏み込めば、それでかけていただくことも可能ですので、はい、下見ていただいたらここにね、こう僕が今指触ってるところ見えますか、ね、あーなんかありますね。これフックになってです、はい、反対にも同じ、あ本当だ、ありますあります、ものがあるんですよ、はい、これね、でこのフックをこうありますね、はい、こう手前にギュッと引っ張、下にギュッと引っ張っていただくとこれ動くんですよ、こんな感じで。動いてます動いてます動いてるの分かります、はい、これでね、外れる位置っていうのがありまして、これをね、多分まっすぐしていただいて、逆側も、逆側もこれもうこうこうちょっと動くようになってるんですけど、お、もうそんな簡単なんですね、はい、ええー、要はね、ここがこの引っ掛けみたいなところ、はい、ここに刺さってるだけなんですよ。で、この今さっき触ってたのがこれなんですけど、これがね、ここに引っかかってるだけなんですよ。これの外側に引っかかってるだけなので、要はこれだけでしか止まってないんですよ。いらない時はスポンって抜いて、これで使っていただいて、必要な時はまた戻していただければ、はい、大丈夫なので、今こういう軽く止めてるだけで、これ取れるわけですよ。こういう感じで。前にバンってやってから、こうやってやってからじゃないと、あの、後ろ、後ろが取れちゃうんで、で、今下に。これで大丈夫です。もうこれで。あ、本当だ、動かないですね。はい、もうこれで。はい。大丈夫よ。はい。お、ここに USB が、はい、ついてますので、これキーオンにしないと、あの、電源が入らない仕組みになってるんで、で、ここキーオンにしていただいて、ここのね、なんかチョボみたいなのあると思うんですけど、はい、ここを、こういう、ポチッと押していただくと、ここの穴が青く光るんですよ。これで電源が入っている状態になっているんで、で、こう押していただくと、こうピッて消える。で、ピッて押して電源が入るっていうような仕組みになっています。はい。で、キーオフにすれば、こうやって勝手に消えるんで、はい、はい。もうこれで使っていただければ結構です。今のやってカスタムをしたくなったんですけど。まあ、キャリア、フルキャリアって言われる、うん、まあ、ここと、うん、ここと、で、あとここと、つければ、はい、もうほぼほぼ、あれなんだよ。フォグランプも欲しいでしょ。そうです。このフォグと、あとここなんかバーも。なんかバイク屋さんに暗いって言われたんでしょ。暗いって。そうですね。全然山なんか走れないぞって。なんかここのエンジンカードも欲しかったんですよ。でも欲しかった。全部じゃん。でもフォグランプはほんまにつけた方が、多分夜間走行して、なおかつその暗い場所を走行するんでしたら、つけた方がいいと思う。走りたいっす。ほとんどの方がつけてるんじゃないかなっていうぐらい、この状態のどこにつけるんですかね。この状態だったら横ですね。
ここですね。一応ここにはつけれるんです、はい、ここら辺のボルト利用してつけることはできるのはできるので、まあ、こう肩かみ込ましてここら辺につけて、うん、何も持ってないよね、この辺のこいつノーガードス出てるんで。そうですね、これに関しては本当に飾りですね。飾り言っちゃいましたね。飾りです、これは。つけてる太い、竹側のやつですかね、やっとちょっと外に出るん でなおかつ太くなるんで。並べてみたらどうですか。全然違いますよ。ロングキャリアとこのここ、はい、とあとここを持てれば、まあ、ほとんどの荷物は多分持てれるんじゃないかな。この辺はつけていただいた方がいいんじゃないかなとは思います。あれつけたいです。これはね、ここにつくだけなんで、はい、ここに寝袋置くのがいいです。ああ、でしたら全然十分置けるぐらいの範囲なんで置けると思います。そしたら気をつけて帰ってください。ありがとうございます。また何かあれば言っていただければ死ぬ前の人に俺はやめてください。何台回ってればそんなことがなくなってもありがとうございました。ありがとうございます。意外と押せるもんですね。自転車感覚でした。いや、自転車にしちゃちょっとでかいっすよ。わー、楽しみだな。めっちゃ似合ってます。ありがとうございます。ちゃんとツーリングに一緒に行けるように成長していくんです。あれにはちょっと難しい。私もついていけない。初めてのツーリング。よいしょ。止まるんですか。カチンって言いますね。ちゃんとこの音。おお。はみ出る、はみ出る。おお。おお。満載。足つきいいじゃないですか。ちゃんとついてますね。先ほど今どこに行ってもらってますか。